皆さんこんにちは。非常識な教室系コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは教室を人気教室にしたいのら、したいのならまるまるま4文字ですね。を持つべしというお話をしてみたいと思います。えっ、ー、と最近ですね。私のまあクライアントさん数人？ の中でですねあの、まあ、お悩み相談とかっていうことでこういうケースはどうなんでしょうっていう、まあ、トラブル絡みが多いのかな割とでそれをご相談に乗っている時にあの私の立ち位置っていうのはその方の感情的にどうかっていう話は別として一般的にどうなんだっていう、まあ、ビジネスマナーとか あとビジネスの領域での常識から考えるとその振る舞いその発言その内容はどうなんだっていうところからジャッジしてアドバイスをしていくっていうのが私の立ち位置なんですよ。でその中であれとかって思うものがちょっと連続で続いたので一つねちょっとお話をしようと思って今回取っているのが本日の内容とテーマになっていきます。はい、ということでじゃあ本題にね入りたいと思います。 教室を人気教室にしたいのならば〇〇〇○ってこの4文字を持つべしっていうことなんですけど回答から言うと一般常識です。はい、一般常識この一般常識はあの例えば、何でしょうかね、えー、と道路は右側,右側じゃない歩道は右側とか,なんかあるじゃないですか大阪は左とか,なんか右とか左とかっていうそういう一般常識じゃなくてビジネス上での通念ですね。 概念というかを持ちましょうっていう話なんですよ。で、つまりどういうことなのかっていうと、あの例えばまあ料理業界は料理業界のなんか暗黙知の了解了解っていうか。 習わしとかあとお花にはお花の暗黙の了解があってお菓子業界には暗黙の了解があってハンドメイドの方石鹸業界にはこういうのがあってとかグルーデコにはこういうのがあってとかいろいろ業界の暗黙のルールみたいなのとかがあったりするじゃないですか。でそれは 確かに昔からその業界が持っている暗黙のルールかもしれないんですけれども外から習いに来る生徒さんにとって暗黙のルールってあの意味がないっていうかあのそれがいや一般的に考えてビジネス上考えておかしいよねっていう内容とかだったらやっぱおかしいんですよ内容として。でその話を例えばご相談を受けた時にあの本人は あの知人とかね友人の同じ業界の先生に聞いても「おかしいよねおかしいよね」って言ってますっていう話とか聞いたりするんですけど私から言わせるとみんなおかしいって感じですよその言ってる方が。あの例えば契約書に書かれてないことを勝手にやってセットさんが怒ったって言ったらそれは契約書に書いてない方が悪かったりするじゃないですか。だけどそそこを棚に挙げててれって 業界常識的におかしいよねみたいな話をその業界の人ってしちゃうっていうことの方がおかしいっていうことを言ってるんですよね今ちょっとお花って言いましたけど別にお花じゃなくてもいいですあのなんか知らないんですけどあるんですよ料理には料理のでそれが自分たちが確かにその世界にどっぷりいるとそれが自分たちにとっての常識になっちゃうと思うんですけど例えば私みたいに会社もご五社転職をしてで 法人ともお付き合いをする、個人ともお付き合いをする、継続的な付き合いをする、営業もする、単発的なものもする、一対多も売ったことがあるし、一対一の個人もやる、金額も数千円から数千万円という商品を扱ったことがあるという影響経験のある私からすると、その社会通念というかビジネス上の倫理とマナーを守らない限り、全然うまくいかないんですよ。で業界が変わっても あの例えば契約書って言ったら絶対なんですよでそ,のその状態から外れているのを自分の論理とかを押し付けて相手が怒ったって言ったらそれ当然ですよねっていう感じでその怒った相手に自分が逆に切れるっていうのもおかしいんですよねだからその業界の常識は非常識って私よく言ってて私の非常識は飛ぶ方なんですけどあのこっちのあれはならずっていう方ですよ。そそれがなでうううういうこととにっっちゃうかっていうと あの教室業っていうのが割と趣味からスタートしていてあ例えばその主婦の方みたいなねあのビジネスをやったことがない方が自宅で人を集めてあみんなが喜ぶからってなんとなく金銭対価が えー生じててなななんとなく教室になっっっちゃったみたいな流れを組んでるのが教室業自宅教室業なんですよね。これ自宅教室業じゃなくてテナント借りて例えば学習塾の経営とかってテナント借りて契約をして法人登記じゃないけどした状態でその場所を確保してできっちり募集をかけて広告もかけてやっていくっていういわゆるビジネスから入ってる方じゃないんですよ教室って名前は一緒なんですけど。あくまでも自宅だから 家の延長上なところからスタートしちゃってる背景がある教会教室だからなんかその人たちがより集まって自分たちにとって都合がいいように解釈とか内容を曲げちゃってそれをことさらに当たり前のように外に向かって言ってること自体が古いしおかしいんですよ。 普通にビジネスの状態から見ると。だから、自分たちの常識は本当に正しいのかっていうのを、わかる人にちゃんとね、ジャッジしてもらった方が良いんですよ。で、ジャッジしてもらうために、その業界外の人に聞かないとダメです。うん。業界内の人は、だよね、だよねって言って、みんな同調でそこをやっちゃうけど、みんな間違ってるっていう感じなんですよ。私からするとね。なので、あの私がなんでそういう判断と立ち位置ができるかっていうと、あの 会社と付き合って法人として会社との付き合いの代表としてお話をするっていうことはあのそのビジネスマナーにのっとった話言葉を使えない人は。 全然契約もも取れないし信頼もされなないいし信頼さんですよ。最低限ビジネスマナーって知ってるべきでそのつ概念を知ってるか知ってないかっていうのはたとえ自宅教室であっても個人の感情で言っちゃっていい話それは私嫌だから嫌だって後から言ったみたいなことが通じる世の中じゃないんですよ本来はで。それをご了承しようとして生徒さんとトラブルになるとかっていうケースもあったりするので、自分の常常識識が本当に常識で。 通用するのかっていうのはジャッジメントしてくれる人にちゃんと聞かないと私のような中立的に世の中を見ることができる人に聞かないとわからないと思いますで、じゃあ人気教室の先生ってどうなのかっていうと社会通念を持っていたりビジネスマナーを持っていたりあと人を思いやる心を持っていたり、えー、自分から差し出す与える精神を持っている人がだいたいうまくいってます あの囲い込みをしたり自分だけの手柄を自分のいいようにしたりっていう割と作取型でビジネスを進めてる人って広がりがないのであの縮小していく傾向がありますただまれにものすごいカリスマで門外不出のノウハウをとかいう人はそこに価値があるからそれで人が寄ってくる分には回っているケースはあるんですけど。今の世の中の世中傾向として あのどれだけオープンにしてその中で勝つ選ばれるかっていうのがどちらかというと時代の妖精っていう感じなのであの隠しながら秘伝でみたいな感じを歌っているっていうのは古いっていう感覚がありますなのであの私の個人的な感覚でうちのグランドさんにはよく言ってるんですけどレシピは無価値化すするっってていう,ふうに基本思ってます要は私の一生懸命考えたレシピってすごいんですって。 いうのはわかるんですけど何回も試作したとかって言うんだったらわかるんですけれどもあのそこに重きを持たせているのはもう時代的に古いっていう感覚があってレシピの配合は確かに大事なんだけれどもレシピって著作権がないのであの変な話グラムとか1変えたらもううん、取っちゃうんですよだからそこを扱う人はモラルっていうことにはなるんですけどじゃレシピに。 価値を置かなかなったらどうすするんですかっていう話言われるかもしれないけどそのレシピを考えた背景とか自分はどう思ってそのレシピを組み立てたのかっていうことの方にノウハウと重きを置いた方がよくってだからそこをやるべきだということを私は言っていてだからあのレシピが無価値化していくっていうのは時代の流れっていうことです。 なので、じゃあ、レシピをねあの、いきなり、えっ、ー、と、習った生徒さんが、自分のブログに全オープンで書いていいのかって、これとは話は違います、それは。その人のモラルの問題はありますけれどももだからそもそも。 相手にするお客様も自分がそういうのが嫌だって言うんだったらモラルのあるお客様と付き合うって最初から決めてやるべきだし面倒くさくても面談とかした上で入れるっていうことをしたらいいと思うんですよね。それはまあいろんなやり方の部分であるんですけれどもだからあの自分がそうだからそれをそのように言ったっていうところは一旦トラブルに巻き込まれたりトラブルになっちゃった時には 社会通念的にどうなのビジネス上のールールとしてそれはどうなんだっていうのに立ち返った方がいいですね私が大体話を聞くとあの本人があのこれ一人じゃないんですよ数人いるんですけどすごい感情的になっててこれは絶対私はなんか許せないとかって思うんですけど先生どう思いますかみたいに言うんだけど冷静に事情を聞いていくんですよ。 そうすると大概その先生が悪いっていうか、まあ、私のクラウンドさんなんですけどあなたが悪いっていうことが多いです私が聞いてると、うん。だから自分の頭の中で世界観に凝り固まるのとあとその相手の人との、うん、こじれ具合が感情でこじれちゃってる部分が多くて事実と感情はごっちゃにしないっていうのも鉄則なんですけれども。だから あの自分が本当にその考え方は正しいのかっていうのはそれをジャッジしてくれる人にちゃんとあのおかかしいいいいなって思う時には聞いた方がいいですよ大抵私が聞いててそうだな10人中8人ぐらいはその先生が言ってる主張の方がおかしいケースが多いです社会通念に照らし合わせたらですよ。 それぐらい自宅教室業のそのある業界のあるルールって非常識だったりするなっていうのすごい感じますねビジネスマナー上ねだからあの気づけないんですよそこの世界にどっぷりいると外の世界の人と喋ったり契約をいっぱい交わしてるとおかしいことしてるとまず契約取れないし大,大揉めします大体。だいたいだから 世の中のルールってこういうものなんだっていうのは社会人を割としっかりちゃんとやってしかも最前線の営業職かなんかやってると会社の顔っていう代表で契約をしに行くので変なことはできないんですよそれによって覚えていくわけですよもちろん先輩の OJT とかねオン・ザ・ジョブ・トレーニングとかでですよあの習ったりとかしてあこの時こういうふうに言うんだあこの時はこういうふうに譲るんだあ契約書今のタイミングで出すんだとか全部ね覚えられるから。 それででやっていくんですけど、教室の先生ってこう自分の思いと自分の勝手な判断でルールとか勝手に決めちゃってそれ生徒さんに押し付けたりするじゃないですかだからそれによって揉めちゃうのはある意味当然でだから社会通念的にどうなんだっていうことに照らし合わせる目を持つべきだっていうことなんですよね。でそれが続くとどうなるかっていうとすっごい悪い評判が立っていっちゃうんですよ。あの良い噂と悪い噂噂。と悪 どっちが広がるのが早いかって想像つくと思うんですけど悪い噂の方が早いんですよ良い噂の10倍から20倍って言われてますだからその悪い噂が立たない方がいいわけですよねだからといってその単に怯えて生徒さんの言うこと全部聞いたらいいって意味じゃないんですよちゃんと論理的にそれはおかしいとか私の主張はこうですと公正命体誰が聞いてもその通り っていうビジネスマナーにのっとった状態で説得できるかっていうのがだいたい肝になりますで、私がご相談を受けるケースはだいたいその先生の感情論ですねだいたい私が嫌だからっていう私がっていう主語が隠れてるぐらいな感じでああのー、まあ、要はその先生さん嫌いになっちゃってたりとかするケースとかもあるんですけどそれで揉めてるケースが多いんですが感情のこじれともつれを排除すると 大抵揉めた場場合合には、そのの先生の考え方ががおかしい場合が多い多です、はい。要は一般の方ってどういう状態なのかって言ったら業界の当たり前ですけど常識に配慮してあげる必要なんかないのが一般の人しかもお客様っていうことになるんでお金払ってる方になりますからそのこちら側に不手際があったら基本お客様の方の立場の方が強いんですよ不手際があればですよ。 不手際がないようにっていう状態を作っておいた上でトラブルあったらこれまた別ですよ、うん。だからそれができていないのに感情的にそれは他の先生もそうじゃないって言ってるっていうのは全く説得力がない内容で論理的に説得できない限りはあのー、基本お客様の主張の方が通ります。今の日本はどっっちかかていうとだから あのそれが嫌だったらしっかり全部ガチガチにルール決めるかですよねでもそうすると身動き自分もそこに合わせないといけないからかなり窮屈にはなると思いますけどねで要は何が痛い,いかっていうと基本トラブルになるかなんないかって信頼関係なんですよ大体例えばですよすんごいお,おかしいじゃあ私がねすごいめっちゃいやありえないってポカやったとするじゃないですかでその時に 相手の方ととめめちゃめちゃゃ信頼関係ができてたとしますよね。例えばあいつもね「<coughs> 高橋さんめっちゃ完璧だから人間だったんだねそういうこともあるんだねいいよいいよ」いいよって言ってもらえる可能性もあるんですよね別にそこに甘えはしないんですけどで逆にものすごい険悪な人のところでポカったらどうなるかっていうと空見たことかここぞとばかりにもう攻撃してこられますよそんな人とそんなことになったら。 例えばやったとか内容一緒だったとしてもですよ感情が乗っかってきちゃうんですよそこにだからあのー、ことをうまく進めたいのだったら一般常識を持った上でかつそこは冷静に理論的に武装するプラス信頼関係をしっかり持ってると大きなトラブルになるのも手前で止められるケースもありますだからだいたいクレームに発展する場合は そのお客様との人間関係の作り方が失敗してるケースが多いです。はい、でじゃあもう一つじゃあ信頼関係が破綻してるような人とそもそもなんで付き合うのかっていう話なんですけど <laughs> そうでしょだってそんな人とねうっかり入会させちゃったなら分かりますよ。ということは次回からの、えー、鉄則としては必ず面談しよう気の合う人しか入れないようにしようって決めるのも一つだし。 その方が言ってることが一般通念に合わせたら正しかったとしたら今度自分が改めないといけないですあ,のあ自分の主張って単なるじ自分のわが物なんだっていうことを理解したら次からは自分はそういう状態にしないないしはちゃんとそれをルールとして明文化したものを証拠として見せてこういう状態なんでってちゃんと説得できるかどうかっていうことですね。 感情的にじゃなくて物理的に事実として説得できるかどうかがポイントになってきます。なのでそれができないというのであれば、そもそもそういう人との付き合いを最初からやらなくちゃいい、やらなければいいという選択肢を取ればいいだけなので、でこのあたりのあのきちんと交通整理をしなくちゃいけないなっていうのがあります。じゃあ私は全てどんなお客様とも 100%うまくいってますかって言ったら、いってるわけないですよ。100%なんてありえない人間である限り、私も失敗いっぱいありますよ。例えば自分が本当に悪い失敗とかもありますけれども、自分にその火がないような状態だったとしても、当たり自己的になんかあの通りすがりの当たり自己的な感じで、えそうなっちゃうみたいなあの。 そういうい時あるんですよ、とばっちり的な感じとか。なので、あの自分が正しいなぁと思う判断をしていても、相手の人がおかしすぎちゃう人と当たっちゃう場合には、そこにも、社会通通念ももも一般常識も通じないいタイプの人っているんですよもうそこは当たっちゃったねっていう感じになっちゃうから、諦めるしかないんです、その時は。 だからなるべくそういう人と付き合わないようにっていう嗅覚を鋭くする必要はあるんですけど当たったことありますよ、私も。あそういう言いがかりつけるんだみたいなで。これをじゃあ例えば私のコンサルタント2人と,あと弁護士さん相談しても100%私悪くないっていう案件だったりするケースありましたよ。あっってももおかしい人とと付き合っちゃうともう おかしい人なんで、常識通じないんであとはどう処理して裁くかだけの話なんでその時には法律的にっていうかその状態的には明文化してる書類があればそれをベースに話をするんですけど話をする時間すらもったいないっていう感じなんで、まあ、一番いいのはそういう人と付き合わないように最初から見極めるっていうのが大事ではありますけれどもね。あの真っ当に生きてても関わっちゃうことあるんですよ残念ながら。 相手の方がおかしい精神状態のものを見抜けなかった時ですね。何人かいます。はい。だから、あのそういう場合に私人を見る目はある方なんですけど、当たっちゃうことだってあるんですよ。ということは、あの皆さんが一般的にはあの当たる確率もっと高いはずなんですよ。 でその時に頼りになるのは自分の感情じゃなくてちゃんと論理的におかしいですよと言えるかどうかっていうこととあと大もめに揉めそうだったら、まあ、弁護士さんとかそういう人の知り合いとかを最初から持っておくとかね、はい、私はその時がきっかけでおかしすぎる内容を言ってくる人だったんで私のコンサルタントに相談してその方のお知り合いの方を紹介してもらったっていう経緯はありますけれどもね。 あのー、真っ当に生きてても当たるんですよ。ってことはあのー、普通にやっってたたらもっと当たる確率は高いんですよ <laughs> まあそこでね、あのー、やっていくっていうことになるしあと昨今の感覚で言うと単なる教室業じゃなくてディプロマ発行したり合格講座とかが世の中的に流行っているのでまあトラブルになる可能性は高いですよ値段高い方が。その人の人ととかかお金に込めた恨みとかだって その金額が高ければ高いほど可能性の問題ですよ全部がそうとは言わなくて高ければ高いほどそこへの思いがこもってるから執念と言ってもいいかもしれないけど、まあ、ある意味簡単な部分は自分が仮に悪くなかったとしても関わるのが面倒だと思ったら全額返してしまうという方法もありますけどね、うん、あの自分が悪くなくてもですよ。 だって関わるの頭がおかしい人と関わったらもう時間がもったいいななすすぎるじゃないですかだから、まあ、そういうケースもあ,ありますね。うん、なので、あのー、鉄則としては自分の業界の常識って本当に社会通念でも通用するものなのかどうなのかっていう判断基準で自分の感情的に抑えられない何か残念なことがあった時には冷静に判断した方がいいと。 いうふうに思っていますはい、ということで、えー、まとめていきたいと思います、えー、教室を人気教室にしたいなら〇,〇〇〇を持つべしこれは一般常識ビジネス上の一般常識ですで、これを持っている教室の方が当たり前ですけど付き合える人の種類が増えるし あとは、まあ、法人とかそういったところのちょっとお堅いところの方たちとお付き合いをすることもできますのでそういうビジネス上の、えー、ルールを、えー、知っておく必要があり知らない場合には知っている人に自分の考え方とかをチェックしながらチェックしてもらいながら修正と調整をかけていくっていうことがあ昨今の教室業の先生にはおそらく必要なんじゃないのかなと思ったので今日お伝えしてみました。 はい、一度点検してみてください。それでは。